五色漬けを作ります。梅のかす漬け。梅のかす漬け。五色漬けに梅のかす漬け入るんや。美味しそうね、それ。嬉しいね。上手に食べた。一瞬酸っぱかったけど甘い。斜めになっちゃった。こっちを3ミリにすればいいかい、どれも同じような大きさがいいってこと？あんまり細かくなくていいよ。そう、食感大事にして。そう、きゅうりも、きゅうりも難しいんだよね、細かくない。皿がいるか、その出来上がったものを。カスがね、やっぱり新しいカスが出た時には、カス美味しいじゃない。美味しい。どうやって食べるか考えた？そうか。お砂糖を入れて、そしてみりんも入れて、はい。で、柔らかくする。混ざればもう食べれる、でもすぐ、もう食べられる、それは作った時が美味しいです、作った時カス、ご飯タコ、ご飯タコ、あ、梅が、コリコリして美味しい、美味しいね。このまま食べるんですか？そうそう、ご飯にのせて、ご飯にのせては美味しいね。